ドン始まりました。サクライターのモーレツトラベルということで、現在大阪環状線の文字がある駅、そうです、奈良県奈良駅に来ております。この後ですね、関西本線に乗って、大阪方面目指していきます。今日はね、この後この関西線と大阪環状線ご紹介していきたいなと思います。ちょっとね、全面展望が取れそうなんで、じゃあ全面展望でね、ずっと最後大阪まで行きたいと思います。でもね、ちょっと一つだけお断りだけしていきたいな、していきたいんですけど、ちょっと奈良駅ので、ね、途中下車に取れなくて今落ち込んでます。ということで、列車ね、そろそろ乗っていきましょう。ということで、本日もよろしくお願いいたしまーす。この時間は補充室ダメなんだ。列車は奈良駅を出発。ちょっとね、乗り換え時間が短くてかなりドタバタとなってしまいました。列車は奈良駅を出発。奈良駅を出発するとすぐに進行方向左手側、桜井線と分かれていきます。現在右側にね、見えている山々、正面では分かりやすいですね、正面に見えている山々、こちら側が生駒山地になります。主峰の生駒山をね、含めた、大阪と奈良の、ね、県境にある山でございます。電気という鉄道会社がありまして、それが現在の近鉄奈良線の前身になるわけですが、こちらのね、電気が生駒トンネルというね、ものすごいモンスタートンネルを掘りました。これがね、何がモンスターなのかというとですね、私鉄にして日本最長のトンネルを掘ったというのがモンスターなのです。今はね、もちろん日本最長は青函トンネルなので、そんななんか生駒トンネルが1位というわけではありませんが、でもね、そういうところとかでやはり大きいね、その大気が成功した理由っていうのは分かりますよね。この奈良から大阪間の移動っていうのは近鉄線を使うのが主流です。このね、JR 線に比べて近鉄線の方が早いんですよね。近鉄線の場合約30分で大阪奈良間を結ぶことができます。どうしましょうかね、この列車どこまで乗りましょうか、ね、できればね、ハンコできる限りもらいたいから天王寺とかで降りますか。近鉄橿原線と交差です。お、近鉄いた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 、見えたかな、見えましたね、近鉄線。近鉄の今ね、片目つぶってたからあれ急行ですね、急行灯ってことですね。いや、さすがの線形。近鉄ね、奈良線には及びませんが、さすが元その東海道新幹線が、ね、できるまでは東海道本線と張り合ってただけありますね。この線形ですよ、さすがだ。うわ、すげえ、めっちゃ速くないこれ。ねえ、200キロぐらい出てるような体感ありますよ。まあ、ただ実際110キロぐらいでしょ。すげえ、久しぶりにこんな線形のね、路線乗ってますから僕。楽しい。おーおー、すごい、交換列車も多いですね。おかしくなっちゃいましたね。そう、こんな感じのね、乗るのは久しぶりですね。おー、止まってる止まってる。今回乗ってるのは大和路快速ではなく区間快速というので、ね、多分少しだけ多分停車駅が多いんだと思いますよ。この裏に法隆寺はあるんですよね。世界遺産法隆寺がね、見えるかなと思って、ね、撮影してたんですけど、ちょうど逆光と多分ね、木もね、周り生えているので、ちょっと法隆寺を確認することはできませんでした。どこだ法隆寺、平地にあるはずなんだよな。列車は間もなく王子に到着いたします。いや、速度感があって楽しいですね。和歌山線と近鉄線の2路線ですね、お乗り換えができます。これ上が近鉄ですね。これ上、近鉄の俵本線だったかな。で、左側から和歌山線が合流です。さすが王子、大きい駅ですね。
おお、すごい。そう、王子の駅に入るときは急カーブでね、入るんですよね。221系、227系などとね、いろんなね、車両止まってますね。お、これ、201?201 201じゃないですか、203とかかな。すごい、そう、走ってるんですよね、こっちの。関西線では普通列車として。おお、関東ではもう見えませんからね、嬉しいですね。大和路線の難波行きの、ね、列車ですね。 JR 難波行きの201だと201ですね。201系の車両です。列車は王子に到着。こっから先が快速運転ですよね。次の停車駅は旧保寺になります。列車は王子駅を出発。次の停車駅は大阪府旧法寺です。いよいよ大阪近づいてまいりましたね。この先で、この先列車は県境を越えるわけですが、このね、県境っていうのが、まあ、山がね薄くなっているところを選んで通っているので、他のね公共交通機関とか他の、ね、鉄道や道路もねやってまいりますよ。一番ねポピュラーというかね主流、あのライバルで言えば近畿日本鉄道の大阪線ですね。近鉄の大阪線がやってまいります。左側からやってくるはずですよ。トンネルをね掘る量を最低限に済むようにっていうことで、ほんとトンネルを掘らないように掘らないようにって作りましたからね。まあそれが早く開通させる秘訣だったんでしょう。列車は奈良県を離れ大阪府へと入っていきます。いよいよここから先、大阪の旅がスタートです。さて、横にやってきたのは宿敵近鉄線。近鉄の中でもね超重要路線、近鉄大阪線でございます。近鉄大阪線は伊勢志摩への観光特急伊勢志摩ライナーや島風をはじめ、名阪高特急、名阪大津特急の日の乗りアーバンライナープラスネクストなどが走る超重要路線。そんな路線とね競合していくわけですよね。向こうのね最高速度は130キロということで、でもね130キロ出すのはあの青山トンネルだったかな、新青山トンネルのあたりだけなんですよね。だから実際多分速度的にはトントンなんだと思います。列車は間もなく旧法寺に到着いたします。旧法寺では大阪東線と乗り換えができます。大阪東線はこの先片町線と接続をする花店、そして東海道本線新大阪を目指す路線です。でさらにね、その大阪地下駅がね開業したので、この大阪駅まで、ね、乗り入れることができるという素晴らしいね神アクセス路線になりましたね。どん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 成長していく姿を見ていたので、やっぱり愛おしさっていうのがありますね。ということで列車は旧法寺駅に到着です。当駅では先行の各駅停車普通列車を追い抜かします。結構の数のお客さん乗られますね。まあ、でも全面店舗なんで大丈夫でしょう。列車は旧法寺の出発、外側2線っていうのが関西本線、真ん中2本っていうのが大阪東線になります。隣の上駅までっていうのは並走するんですけど、上駅の場所っていうのはちょっと大阪東線と関西本線との違うんですよね。もう夕日がとても綺麗ですね。ちょうど夕日に、ね、照らされながら大阪市内というかね、大阪の都心部へと入っていきます。
えてまいりました。大阪一高い建物、あべのハルカスでございます。高さ300メートルでね、屋上にはヘリポートとかね、展望台とかがついていて、上がることもできるんですよね。いやー、あれを見るといよいよ大阪だなって感じがしますね。ということで、列車は間もなく天王寺に到着をいたします。天王寺では阪和線、大阪環状線、大阪メトロ、御堂筋線と谷町線、さらにね、近くの大阪阿部の橋には近鉄南大阪線がね、乗り入れるというかなりの超巨大ターミナル駅、そのね、ターミナル駅に到着です。ちょうど今左側から降りてきた線路が阪和線に繋がる線路ですね。この先、このね、列車は大阪環状線へと直通していきます。だからこの天王寺駅っていうのは大阪環状線がすごいたくさんのねホームから出発するので、ちゃんとね案内を見ないと乗り間違えてしまうってことが起きる駅なんですよね。ということで、列車はあべのハルカスの膝元天王寺に到着です。はい、ということで到着いたしました天王寺です。ここまで乗ってまいりました。大阪環状線に直通する区間快速大阪環状線行き、大阪環状線行きっていうのが意味わかんないですよね。関東民とするとやっぱり山手線を、おー、はるか来た山手線のね、なんか入っていくみたいな、だから東海道線が山手線に直通していくみたいな意味のわかんない感じになっております。ということで出発してきました。いや、楽しかったー。いや、もっと楽しいことが起きてる。はるかだよ、はるか。はるかがいる。すげえ。ついに来ましたね、大阪の、もう関西地区まで。来たなって、やっと実感した。すごい。この車両を見れるとは思わなかった。嬉しいねー。嬉しいわ。すごい嬉しい。ということですね、解説出ていきます。ウェルカム関西ジャパンって。僕のことですよね。お前ずっと日本にいただろうってね。それでは、改札の方出ていきたいと思います。上野ハルカスには残らず、下から見上げるだけにして天王寺を出発です。ちょうど奥の方に大阪といえばの通天閣が見えますね。なのでここら辺がちょうど新世界のあたりになります。ということで、列車は間もなく新今宮に到着です。列車は新今宮を出発。関西本線から大阪環状線へと転線を行います。隣の今宮駅までっていうのは関西本線と大阪環状線が並走する区間なんですよね。中2線が関西本線、外側2線が大阪環状線になります。ちょうどここで大阪環状線へと転線をしていきます。阪和線や関西本線から列車っていうのはここで転線をする必要があるってことですね。いや、本当にすみません、なんかあの乗るシーン撮れなくてちょっとギリギリになっちゃったんで乗るところ撮れなかったです。ということで、ここまで乗ってまいりました関空紀州路快速大阪環状線。これ確か天王寺まで行くはずなんですよね。もう一周ぐるっと回っての列車出発していきます。前側が紀州路快速、関空快速で、後ろ側が紀州路快速ですね。紀州路は和歌山のから、関空は関西空港から入れてきております。まあまあな乗車率ですね。ということで、ここからですね、京セラドーム大阪に行きたいと思いますね。なあちゃんの聖地ですね。レッツゴー。はい、ということで、京セラドーム大阪に行き、その後晩ご飯を食べてまた大正駅に戻ってまいりました。ということで、列車は大正駅を出発。最後、大阪駅まで移動していきましょう。はい、ということでですね、無事大阪駅に到着いたしました。やったー、大阪到着。もうこれがね、大阪駅を象徴する景色ですね。手前から東海道本線、そして奥側が大阪環状線ですね。いや、でもね、関西本線で、ね、大阪環状線とても楽しかったですね。でもちょっと大阪環状線
時間がね通勤ラッシュになっちゃったんで、夕方の帰宅ラッシュになってしまったのでちょっと残念だったんですけど、まあでもとても、ね、楽しく乗ることができて良かったと思います。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、この動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。